皆さんえ88の鉢の雰囲ねいろいろカンニングしてきましたさああのねよくよく考えた私過去にね自分の剣鍛えてもらってるでしょこれ今剣がなくなっちゃったのであのまた鍛えてもらうことができるのとあの鍛えると背景がね剣の背景があの明るくなるんで,であとね ユニーク武器も鍛えれるみたいなのでちょっとそれもやりに行こうかなとあとあれですねあの私が困っていた剣がなくなるっていう問題をに対策書いてました先にあのユニークキャラにアイテムを持たせるといいみたいですうんでそうするとあのー、なくならずにだから自分の持ってるあのえっともらった段階であのー ユニーークク武器を持ってる別のキャラクターの主,人公が主人公が普通の剣を持ってる時ねそれをすることで今度交換になるんでなくならないとただあのー、今この状態で私の剣が手に入った場合にはもう2人ともユニークになっちゃうので更に <laughs> 2人ともユニーク持たないともったいないよねなっちゃうのでっていう感じですかねさああ,あとこの黒の間同士実は意味があるみたいです 私、ないと思ってましたけど、あの、意味がありまして、あのー、知名度が、マイナスの時に、会うと、アイテムくれるそうなんです。あの、洞窟、何度か入ってるでしょ、私。あの時全然また、1マスで困った、いう話してたじゃないですか。それの、洞窟用の千里眼が、千里眼 言うていいのあの、拡張、地図拡張アイテムが手には入るようですね。うーんなるほどね。よくできてんね。はい。これ、森、勝てないかね私あ、でもさっき勝てなかったね。森、勝てないかな砂漠は絶対勝てないと思うんですよ。山。 あ、山は絶対勝てないな <laughs>。よいしょ。出て行こう。はい。はい。あ、300本超えちゃった。エロスの剣はああ、でもまだエロスじゃなくてもいいのか。鎧がないとダメって言われたよね。鎧がないとダメって言われたので、エロスの剣はですね。 えっと、アベイダース、アベイダース城らしいので、アベイダース城ってどこだ近くだったら行こうかなと思うんですけど、今ちょっと調べてますね、アベイダース城。あ、アベイデア城のことかなあ、ま、近いわ、ここから。ちょっと行ってみましょうか。近いね。 あでもあそこ取らないといけないのか。はい。はい、遠くね、えー。で、うん、だからこれ私、青い敵を倒してたので知らないときはね、それで減ってたのかもわかんないね。これ出まくるんだよね。うまあ私、運が良かったんですぐ入ったんですけどね。で、えー、っと、勝てるはい。 はい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 、はい、勝てそうだねでもめっちゃしんどいわいや勝てるおおギリギリだ15本ほう、はあ、割に合うのかねこれが上がペイディア城なんですけど 洞窟の魔女は怒りの鏡が、うん、勝てる気がしなかったけどねそれとも怒りの鏡っていうのが結構手に入るのかねだから今思ってんのがもう知名度ゼロにぐらいまでして行ってもいいのかなって今ちょっと思っちゃっていろいろ悩んでんですよねうんただ知名度にはすごいうるさいゲームなのでなかなかどうしていいのやらっていう 感じですね。まあ、お金いっぱいあるから。あだから、この時に持つ役を持っていれば、いうことか。で、はい、えー、まあ、戦自宅しに行きましょうか。えー、っと、で、やっぱ、潮流には聞かないといけないんですよね。はい、高いね。 えー、あこれ、もつ薬買った方が楽、いいのか、ひょっとすると。安いのか、場合によっては。ここぐらいまで来ると、もつ薬持ってる方がいいのかな。で、もつ薬買いましょう。はい。今回3個買っとこっか。はい。これで3個目かな。ちょっと分かんなくなっちゃったかね。途中で、<laughs> 途中で数字分かんなくなっちゃった。えー となこれで出て、とりあえずアペイディア城に向かいましょうか。はい。はい、トーク無視していっちゃった、ちょっと失礼ね、と。もう次からちょっと、あのー、ヘル的、鏡持ってる時ね、やっつけていきましょう。えっ、ー、と、ちょっとごめんなさい。一応セーブしときます。はい。はい、と。 勇者よく参られたと。魔女の希望と。素晴らしい気候こそすんのあ、死んのか。死んの勇者とお祝い。お祝いにこの城に伝わる勇者、え勇者あると。エロスの剣だわと。で、私に持たすと、これガイさん持たしたらどうなんの在庫残るの <laughs> 私持ちましょうあ。強くなった。で、さらに期待に行きましょうか。 で、期待に行きましょう。もうこれ、私、剣なくなっちゃったんですよね。もう9000ぐらいするんですけど、剣。確か。1万ぐらいしたと思うんですけどね。で、えー、っと、あ、でもお金は全然あるなはい。で、ここでね、彼を倒していきましょう。いっぱい出てくるはずなんでね。これね。 えー、ファイト。もう一個入るのかなと。よーし、やっつけたと。あ、入んないね。ただ、しもう正直、マイナスにしておこうと思ってんです、私。おあめちゃくちゃ減るわ。倒しまくったら、うん、赤いマイナ、マイナスにしましょう。ただ、長老のところに行ったら、マイナスのままじゃまずいみたいなので、 あもう手に入んないね。やっぱ一回だけか。あの、アイテムによって在庫を持てるアイテムがあるらしいんで。うん。これはないね。これ難しいね。マイナスにしとくの。あ、これ手に入んないですわ。うわうわうわわ。レンチャンできちゃった。はい。 これで見るともうマイナスになってるあっちょうどいい具合これであのー、黒の窓押し出てくるかなめったに出てこないからね黒の窓押しってこの状態で黒の窓押しに会いたいやっつけちゃうとねあ追撃食らうのかやっつけちゃうと えー、トークしたら何か言うのかな二人目、ああ、別に怒られはしないんだ。てっきり敵対するかなと思ったんですけどね。えー、トーク。あ、普通に来るのか。え、これ青なのにね。<laughs> ああ、でも人だからか。魔物じゃないか。そうかそうか、魔物じゃないからか。あーちょっとね。 魔物と会うまで、あ魔物じゃない、ま、あの黒の魔術師に会うまでね。あ、これいいわ、倒していいんだね。下がるから、どのぐらい下がるものなのか、ちょっと確認してみましょうか。あー、80ぐらい下がるんだね。あのー、いい商人をやっつけちゃうと。ここが、確か、序盤で結構ね、お世話になった、オルコの町じゃないや、ガリアの町ですね。 私は鍛冶屋の村まで行きたいんですけどその前にあれに会いたいなあ,かあの確率からしたらかなりレアですもんね黒の窓押しってはいもういいですあ,あいいです出てこないかな とりあえず逃げておきましょうか。逃げたら何か減るのかな減らな、減ってないよね。うん。減ってないと思いますので。これ最初の白だね。次は私の武器、あ、私の武器持っても仕方がないのか。でも牙は持ってて損はないよね。はい、もう逃げておきましょう。あ、後ろ人いたんだ。 あでも序盤の方で黒の窓どし結構出てきたっていう記憶があるんでねうん違うかなマイナスだとねあれをくれるそうですこれ会話した場合には上がんないよねうわ上がるんだ知名度上がったね今20ぐらい。 あかんあかん知名度20上がったわ。多分エリマ幕とか言開けて喋ったらだと思うんですけど今はこれは逃げたらあ逃げたら下がるんだあなんかするたんびに上下するんだはあ稼いではあのあれやっつけてもいいんだけどねはあ盗賊だどうするあでも 常に真っ赤っかにしとかないとまずいもんね。ああ、逃げましょう。とりあえず、会った時にプラスだったダメだからね、知名度が。うん。いや、見逃しちゃったね、ほんとうん。逃げとこう。 逃げたら下が逃げたら変化,変化しないあ下がるのはいいのか下がってるような気がしたね今ねうんどんどん逃げとこう、うん、逃げよ逃げよお追撃食らうのかお逃げただけで追撃食らったねああこれは無理だ <laughs> ついついやっつけてしまうああ えー、魔術師がいないかな。ねえ、いないもんねー。ああ、今来てたね。はい。あ逃げてきた。おお、すげえ、追撃してきた。<laughs> しまったと思ったんですけどね。ついつい癖で、R のキーを押しちゃったんで、ああ、金だ。か 金って <laughs> 思ったんですけどあしばらくこのあれかなせっかくここまで下げたのでね知名度知名度下げたのでもう是非黒の魔導士にあっておきたいあレベル上がっちゃった私 まあいいね。いいことだよね。レベル上がるのはね。うん。一品やっつけちゃおうか。えー、よし、やっつけたと100ゴールだか。どれぐらい減るんだろう。あ結構減ったね。うん。これ最初の白ですね。いや、でもね、思ったより面白いです。あそうだ。あそうそう。これもなんかアイテム持ってるようです。 えっとね、うん、あたし、ガイさん、あたし、ガイさんと、おっ、5本あの敵はたまに出てくるらしいんです。うん、あたしもめったに見ないんですけど、うん、彼もなんかアイテムを持ってるようですよ。うん。今いい感じで下がってんじゃないですか。もう300超えてんじゃないあ、そうでもないね。217だって。 うん。黒の魔導士出てこないな逃げよう。あ、でも逃げたら追撃食らうのか。あ、でも牙も欲しい。ああ、いやいや。<laughs> いや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 ダメ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 。黒の魔導士が出てこない。出てきたらもう仕事終わるんだけどね。 この辺でうろうじょろしょこかと思ったらいい時間になっちゃいました。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。